皆さんどうもピーマンです。今回は俺と巨人の143日物語実況153回目になりますよい。今回は日本シリーズ第3戦目をプレイしていこう。ここまで2戦プレイしてきて一度も勝ててません。1試合目は4対3サヨナラ負けを食らい、2試合目は9対5杉内9失点レアードに2本のホームラン6打点というね、ボコボコンされました。あのレアードに、激レアレアードに。そして今日第3戦目、10月27日の試合、今日負ければ相手チームリーチがかかります。そして明日負ければ日本一は日ハムの手に飾ります、なりますから、そんな展開いらないよね、求めてる方ももしかしたらいるかもしれませんが、俺はそんなのは求めてないので、必ずこの第3戦目は勝ち、日本シリーズ1勝目を挙げていきましょう。今回の実況は、前回は守備でプレイしてみましたよね。ボコボコに打たれましたので、今回は打撃で全てプレイしていきたいと思いますので、しっかりと打つ。よろしくお願いします。さてやっていこう。今日のベストオーダー組んでいこう。先発は菅野。だからてめえは本当にいい加減にしろよ。調子を合わせてこいって。いつまで絶不調なんだよ。日ハム相手だとなんかダメなんでしょうね。個人的な事情があるんでしょう。ねえ、なんかあるんだろうね。情けないやつですよ。メンタル激弱か。お腹下してんじゃねえよ。お前顔死んでんじゃねえか。さて今日のベストオーダー。こっから DH じゃなくなるからね。今日は DH ではないですから。どうしようかな。ファースト、いや、ファースト。ちょっと待って。今日はちょ、安倍無理だな。安倍スランプなんで外しましょう。絶不調なんでね。これでは打てない。で、ガッツは6番。6番あたりにいてくれると助かるね。アンダーソン4番、坂本5番で、センターに鈴木？いや、センターは亀井だな。今日鈴木スタメンで使う、どうしよう。使ってみようか。使ってみよう。オッケーオッケー。じゃあ今日は鈴木スタメン、それもリードオフマンで使っていきたいと思いますのでね。これで勝ちに行くよ。さっきまだ、前回まだ DH でしたからね。今回 DH がないというわけで。どれでも難しい戦いになるでしょう。今日は負けれない。第2戦に敗れて対成績は2敗としたジャイアンツ。第3戦目の先発はルーキー高木。本当は菅野で行きたいんだよ。でもあいついつまでも調子悪いからさ。なかなかね、いけないんだよね。ほんと菅野にはしっかりしてもらいたい。本拠地での戦いになりますね。これまでは札幌ドームという広い球場でありましたが、ここから東京ドーム。もちろんこっちもホームラン打てやすいですし、あっちも打ちやすいですからね。特にレアード中田翔というのはパワーのある選手なので、ちょこんって合わせたらもう東京ドームなんてすぐ入りますから。そこが怖いとこではある。大村林。今日はもう投手ではプレイできないのでね、プレイしないようにしてるので、打撃で結果を残し、そして大村林の好投を信じるしかないです。この試合も大村林がもう大量失点したら終わりですよ。第3戦目やっていきましょう。日本シリーズ、とりあえずは日本シリーズ1勝目をね、必ず掴み取りたいと思いますので、一度も勝てないまま無様に終わる、そんなことはないだろう。よし、いいね。おお、今日大谷が3番ライトで入ってるよ。いいね。二刀流か。打たれるはずはないけどね。一回も抑えたしないぞ、お前し。行こう。今日の先発は有原だね。防御率は 4.40。まあ、こんな当てにならないよ、シーズンの防御率なんて。前回の吉川だって防御率 4.台でしたけど、抑えられましたけどね。まあ、後半打つことができたんですけど。早いイニングからも俺は勝負を仕掛けていく。ああ、すまん、マイクが落ちてしまった。ノー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 。申し訳ないね。スタンドマイクが落ちてしまったよ。落ちんな、バカ野郎。悪いことが起きそうだね、これは。なんか嫌な予感がするんですけど。完全嫌な予感しかしないけどね。ボール、いいね。塁に出たらもうこれは鈴木のターンが始まるからね。塁に出るまでがなかなか難しいけど。ダメ。トゥートゥー。おー、ファール。あー、ボールだ。あー、まあ、しゃあない、振るわな。振らない人いないと思う。おお、これもボール。あ、いや、入ってるな、今の。ビヨン入ってる。これは入ってた。これは当てて正解。これもファール。これもボールだし、ほんで。インコース見極められないね。全部振っちゃうよ。うわー、落とせ。ナイス。イエス。粘ってる。ただ、ボールを見極めていこう。よーし、ナイス、落ちる球当てた。いきなり球数稼ぎまくる。お、何もびっくりしないライトフライでワンアウト、大谷だね。じゃあ、来いや。日本シリーズの打率は6割2分5厘と打ちまくってる立岡。
ただ今日は調子悪いね。やばいよ。いや小宮山さん緊張感漂ってますね。今監督がよし来たー。ここでもヒット。おい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 。やばいね。勝てようかこれ。もし巨人が日本一になったら日本一の MVP あるよ。日本シリーズ MVP ね。オードルもまた調子いいのか。6割2分5厘か。はあ、違うね。オードルこそが日本シリーズ MVP に輝くね。この調子だとどっちもすごいけど、やっぱホームラン打ってる分オードルの方がやばいよ。詰まった打球は、詰まった打球、行く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 、いけるいけるいける、絶対落ちる絶対落ちる、行こう行こう行こう、はい行こう行こう、はい、いきなり、はい、いきなり来た、いきなり得点圏、わー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 、そしてアンダーソンだよ、カモーン。アンダーソン、さあジャイアンツ一打先制のチャンスです。立岡の走力を考えれば犠牲フライ多少浅くてもいけると思う。打たないと。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。どうだ、流した打球、アンダーソン激走、アンダーソン激走、アンダーソン走って、アンダーソン走って、レッツゴー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 、内野ゴロの間1点だね。もう最低限の形ではあるけど、いいとこ打ったよ。でも打球の勢いは弱いけど、あそこ打てばいくらアンダーソンとはいえセーフになる。走力のないアンダーソンとはいえね。しゃ、坂本日本シリーズは打点2打点、ここでもまだまだ打っていこう。まずは1点取った。よし来たー、インコースをさばいてのこのバッティング、やばいね。2アウトランナー2塁1塁、まだまだチャンスは続きます。そしてミスターフルスイングガッツ、打点は2打点。ここで大谷が待つライトスタンドぶち込んだろうか。あの2010年の12年の興奮再び行こうか。さあ大谷が行くか。あーま正面最悪、いい打球であるけどね。今フォーク捉えてたよ。あーまあいいでしょう。お前し頼むよ、お前し、もう1点を守り抜くだけの簡単なお話になってるからね。それはできる選手だと思ってる俺は。ええは？は？バカじゃねえのこいつ。何してんの？お前ち何してんの？はあ、もうあっさり1点取られる先発には用はないんだよ。帰れよお前。生まれたてに帰りやがれこの野郎。申し訳ないね。大村林しっかりしてもらいたい。チームが得点取った後すぐ打たれるやつがいるか。うわー、抜けない中島のファインプレー、素晴らしいね。相手ながら褒めたいよ。これは抜けると思った。このダイビングキャッチ、ファインプレーに阻まれました。よかったね、有原も助けられたんじゃないのって。 さてここはちょっと、もう下位打線ですからね、何の希望もないので、ちょっと球を見ていこう。でも小林は前回ホームラン打ってますからね。まあ僕が操作した小林ではないですが、 CP 操作の小林でホームラン打ってますからね。もしかしたらここでもあるかもしれない。あー、いい球、今打ちに行くんだったな、もったいないわ。イエス、スリーボール。今のはバッターよく見ましたよね。うわここは打ち上げています。甘い球をショートフライ。なんでや。さて、おもはやしだ。いや、もうここはピッチャーなんで球数見るだけですな。まあ、ピッチャーといえども塁に出ようという意欲は見せてほしいですね。うん、そうですね。2回の裏で球数30球超えている。まあ、でも有原正直打ちやすい選手であるからね、下ろすというそういうスタミナ球数で下ろすというよりかは打ち込んで下ろしたいね。うん、打ちやすい選手であるよ俺、十分に。よし、まあでも球は見ていきましょう。打ちました、ボテボテ、ショートが前に来る、取った、一塁アウトで、スリーアウト。全力疾走だな、抜くとこ抜けよ、力配分考えろよ、バカかお前は。だから打たれるんだよ。そんないらねえんだよ、ピッチャーの激走絶対アウトなのね。セーフになるとかそんな期待感抱かないで、絶対ないから絶対夢も希望もないのがこの現実だからね。もう恐ろしいですよ。さて、打者2巡目2打席目に入ったね。鈴木出塁に出たいところではあるが、確かにその通りですね。鈴木で塁に出ればもうこっちのもんだからね。わー、前に飛ばせない前に飛ばせない。鈴木は後ろに飛ばす競技があれば本当リーグ優勝だよ。
変化球空振り三振ワンアウトです。フォークやられた。さて立岡、さっきは立岡のヒットからの1点だからね。ヒットを放っています。よっしゃ、捉えてはいる。若干詰まったが、ほとんど詰まってるが、ライセカンドの頭は越えなかったね。センターへヒットを放っています。ツーアウトになっています。ボール、イエーイ。ボール先行です。うわー、これも甘いのに。さっきは球威のない力のない球が来てるんだけどね、それを打ってないんだもん。情けないぞピーマンよ。はい、もうレアードにホームラン、2試合連続2点目、勝ち越し。オム林2軍に行けばどうだ、行けばいいドンですよ。ほんと役に立たないわ。何の期待もできないね、お前。やっぱ使ったの失敗だ。これなら多少調子悪くても菅野の方がまだマシだったね。情けないわ、もう。いかん、いかん、いかん。2点目が取られましたよ。もうあっさりと逆転されるね。どうだ、センターオーバー。これはすごい打球だ。どうだ、追いつくか。イエス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 。トゥベス、トゥベス、トゥベス。ど真ん中に失投、来た失投、確実に取られたね。よかった。これをしたかったんだよ、俺。何度も来てたからね。何度も何度も来てたから、もう打ってくださいと言わんばかりだよ、こんなもん。ただスタンドにはぶち運べないか。同点とはならない。いい打球だ。 OK、 しゃ坂本来いや。ふう、とりあえず同点打を打っていこう。プレッシャーはあるね、これ。プレッシャーはすごくあるよ。ボール、イエス、ボール、イエス。落ち着け。いや、ボス、ボス、ボス。もうここで俺は何をしているんだ、もう。はあ、もう最悪。もうはじけ、エラーしろ、エラーしろ。ないのか、エラーはない。何をしているのよ。絶対1点入れなきゃダメじゃん。まだ終わってないからね。というやつ落ち着け。ただ坂本のあのキャッチャーフライはないだろう。はい、終わった。もうなんなの本当に、このクソクソみたいな打球は。何にも楽しくねえや、とっつぁん。何にも楽しくねえよ、オラッチ。オラッチ何にも楽しくねえでござるよ。3点目は勘弁しろよ。よし、いいぞ。もうマジで絶対1点入ったと思ったけどね。なんでこんなとこで、あんな本当絵に描いたような、本当これぞお手本のようなね、教科書にも載ってるようなクソみたいなバッティングをしてしまうのだろう。僕には分かりません。原因不明ですよ。こう見出すことができるんでしょうか。アウチ。もうここはしゃあない。これはもう打ちに行かないからね。もう打てないし、どうせ打っても飛ばないし、球を見るという感じでやっていこう。変化球空振り、無理。ワンアウトです。オム林はまだ行こうか。あ、無理だな。変えよう変えよう変えよう。5回も投げ切れない。こんな無理だ。スタミナない。勝ちたいという気持ちの打席でも見せてほしい。変えよう変えよう変えよう。ひどい、全く使えない。本当期待して損した。あ、2軍行き決定ね。もう日本シリーズ使わないから。使えないし、そもそもこれ負けたらもう使う環境ねえし、お前をな。お前を使う環境はないの。全く期待に応えてくれないオム林でございました。帰れ、二度と巨人来るな。あちけしし汚いよ。本当に最悪だよね。早い回から1点取ってくる。取ってやったのに、やったのに打たれて、それもリアードにまたもホームラン打たれて勝ち越して、アホか。あここはフライになっています。センターが取りました。ツーアウトです。なんでじゃろうですよ。なんでじゃろうだ、わかりませんだわ。打てまへんだわ。小さく変化させました。スピードボールを持っています。あー、もうこれもクソボール。内野ならいか、内野ならいか。鈴木の全力疾走もないわな。スリーア
アウトチェンジです。5回も点は入らない。いつまでこの苦しい日々が続くのでしょうか。ピッチャー誰でいこうか。じゃあ宮国でいこうかな。中継ぎ、ちょうか、宮国は現在先発登録で使ってるからな。じゃあ田原くん行ってみようかな。はい、田原行ってみよう。はい、オッケー。はい、抑えて、はい、抑えて、レッツゴー、イエーイ、ナイス。さて2番立岡から、いや、この回勝負になるね。この回で1点入れていかないと。今日はフォークが 25% 一番投げてる球種なんだね。フォークを狙っていく感じでやっていくのがいいかもしれない。ほい、来た。これはどうだ。ライト落ちるだろう。落ちないの。ライトライナー、いい打球ではあるんだがね。いい打球ではあるよ、間違いなく。ショートゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。うわー、これもいい球。もうなんで打てねえんだよ。打たしてくれ、アンダーソン。さっきはセンターオーバーだ。それから得点には繋がらなかったんだけどね。もう甘い球を打つ、来てるんだよ。さっきはずっと来てるんだよ、球威のない球が。それをずっと打ててないんだよ。ずっと同じような凡退を繰り返してる。待て、アンダーソン、さっき打ったみたいな打球をライトにぶち込んだろうやないか、大谷が待つ。インコース決まった。ツーボールツーストライクです。落ちる球を落ちました。スリーボール、スリーボールツーストライク。うおお、ダメだ。一塁アウト、スリーアウトです。もう終わった。勝負のイニング3人であっさりと終わったから、終わった、わかる。もう大体この先のことはね。はい、田原くんホームラン打たれて3点目。打たれるね、岡くんに打たれるんだね。君はそういう人間なんだね。本当に期待に応えてくれない、それが君だよ。本当、なんでプロ野球選手になったの、教えて。ピーマンに教えて、その理由をぜひ問いたいね。なぜプロ野球選手になったのか分からないよ、僕には。2イニング目任したらダメだったな。よし、来た、センター前は行かないのね。もう守備範囲がおかしいでしょ、これ。この打球で行かないって、もう時刻だな、これ、まあ、引っ張りシフトなんで、多分セカンドがかなりこっちに寄ってるんでしょうね、セカンドベース上に。それで、あの打球で、あの打球で行かなかったらもう無理だわ、俺。なるほど、そうですか。どこ打っても無理、確実に無理、完全にもうヒットだと思った。いいところへ決まります。149キロ。もう凡退するにしても、もっと凡退方法があるだろ、偽侍よ。ひどすぎるな。なんじゃあのクソみたいな凡退、びっくりするわ。逆に数ある中、ある中の凡退があれって引くで、みんな。勝負ということですね。内野安打ないのって、内野安打ないのって、ないんだね。 OK、 グッバイ、終わり。第7回も終わり。ピッチャー変えていきましょう。ピッチャー変えよう。田原くんではもう抑えられない。ピッチャー誰行こう。トネ行こうかな。はい、トネくん任せた、このマウンド。どうせもう終わるんだ、日本シリーズもう終わるからね。明日負けて終わりですから、今日負けて明日負けて終わりですから、何の。はい、4点目。トネも打たれたんなら終わりだ。はい、トネも打たれたんなら終わりだ。クソピッチャーの集まりだからね。クソピーしかいないから。うんこマンの集まりですから、それは無理ですよ。うんこマンでどう打ていいよね。バカだ。ふざけんじゃねえ、ほんとに。まるで抑えねえな。ほんと期待にいつも応えないよね。それがうちの巨人。いいとこで打たれ。いいとこで打たない。どういうことだよ。さて、井端行こう。日本シリーズは初出場になるね。当然ベンチもそれを期待してるでしょうからね。そうですね、この起用に応えたい。第3戦目まだ使ってきてない選手ですが、ここで代打で、ポップフライ。プー、恥ずかしい。なんで出てきたの、お父さん教えて。なんでこの人出てきたんだろうね。ここで打つために出てきたな。はい、トネ、お前は帰れ。お前なんて使うか、バカ野郎、この野郎。二度と使うか。本当に期待に応えないんだから。はい、阿部行こう。調子は悪いですけど、代打阿部、パワーはある。バッターボックスには代打の阿部。こんなとこで調子悪くなる、高年俸取り、高給取りですよ、ありえない ね。 そうですね、 この起用に応えたい。こんな試合で、大事な試合でなんで調子悪いんだ。
打ちました。どうだどうだどうだ、無理だな。あー違いました。終わり、もう終わり、8回裏ももう終わり、9回裏もどうせすぐ終わるだろう。よーし来たよ、ようやく鈴木でヒット、ようやくだね。遅すぎるけどね、これだけの点差空いた中で打つって、ノープレッシャーの中そら打てるわな。鈴木らしくていいよ俺は。先ほどの打席はライトフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ただ2アウトからの奇跡みたいなのを俺は一度だけ信用してみようと思う。入れてきました。十分にあるだろう。流して取るか。スーパープレーのバーゲンセール、どこもかしこもスーパーセール、スーパープレーね。さて誰をマウンド任せようかな。どうせ誰投げてもいけない、田口でいいだろ。もう田口で打たれてこい、お前も打たれろ、打たれちまえ。キャッチャーが井端になってるね。なん変えてなかったんだね。キャッチャー井端だ。はい、これで OK ね。はいはいはい OK。 さて9回裏の攻撃になります。この試合負けると何度も言ってます、相手がリーチをかけちゃうんです。そんな大事な試合あっさりと終えるか、それとも、それともここからの奇跡的なものはあるのか。俺は信用したいと思うけどね、野球の奇跡をね。野球って素晴らしいんだ、ここからも逆転できるんだっていうことを子供たちに教えてあげようと思ってたんだけど、次の試合で教えたいと思います。今日はもうない、うん、今日は無理だ、あのモチベーションが上がらない、やる気がない、うん、次教えます。明日のね実況見てくれ。あ、もう今日はここで切っちゃっていいよ、何もないから。はい、凡退凡退でゲームセット、はい、グッバイですから。うん、もうこの失投も打てない時点でアウトだよね。うん、みんなに伝えたいということは、アニメじゃねえんだから、ゲームじゃねえんだから、まあ、ゲームなんですけどね、アニメとかドラマじゃねえんだから、奇跡は起こらない、あるわけねえだろ、そんなんだったら今頃俺は金持ちになっとる、イケメンになっとる、なってねえんだよ、残念ながら、なってねえから現実は違うんだよ、悲しい世界なんだ、現実というのは、そうなんだ、ここでもどうせクソみたいな凡退だろ、わかるわ、すごくわかる、共感できるね。うん、ほらね、言ったでしょ、期待通りのクソみたいな問題。はい、ゲームセット。いいところなくとか言うんじゃない、バカかよお前、少し物事考えて言えよ。そういう発言がお前な、波紋を導くんだ。はい、チームは5対1で負けましたね。第3戦も負け、一度も勝つことなくでございます。はい、これでもうどの試合も負けられなくなったね。次、引き分け以上で相手の日本一が決定いたしますから、3立てされてますよね。日本クライマックスシリーズでは4連勝できて一度も負けることなく来たんですけど、日本シリーズではセリーグ代表ボコボコにされてます。セリーグってこんなもんでーす。俺らセリーグの代表、オスよろしくな。パリーグ、俺たちがパリーグに行くと多分ドベだぜ。楽天以下の存在になるぜ、間違いない、そう言えるね。はい、5対1で敗れました。高木もほんと期待に応えてくれず、投げる方では残念ですよ。だからね、俺一番嫌いなのがね、本当にね、こっちが1点取った後すぐ1点取られるやつ、本当大嫌いなんだよね。高木は使わないもん、今後は絶対に。今後なんてもうないけどね。ああ、ないんだけどね。打つ俺も悪いよ、1点しか取れなかったんだから。その1点もショートゴロの間に1点、しょうもないよ。実にしょうもない。それはわかるよ。ただ、その1点、こっちが必死に、頑張って取った言っても、なぜその次のイニング早くも打たれる、ほんと情けないわ。てめえなんてうんこ食っとけ、うんこ。お前しなんてお前にはもったいねえんだよ。お前し謝れ。はい、とりあえず、もう本当に負けられません。次はね、とりあえずもう高木はいらないので落としましょう。こんなゴミピー使うならもう、その辺にいる小学生使った方がまだいいレベルだわ。うつみだろうな。うつみあげましょう。期待できません。やっぱルーキーをこういう場面に出すとこのようなことになるっていうのは分かってましたから、投げる前からね。
まあ、一番悪いのは調子の悪い菅野くんなんですけどね。お前いつまでその調子顔色悪いの、バカかい、病院行けよさっさと、頭おかしいんじゃねえかって思うんですけどね。はい、次回日本シリーズ第4戦目、もうここからは一度も負けられない戦いになりました。負けられないというかもう勝たなきゃダメ、負け以前に全部勝たなきゃダメ、引き分けで1回でも引き分けあったらその時点で相手が、日本一という形になりますから、どうなるんでしょうかね、このまま明日の実況であっさりとボコられて日本一で、はい明日の、はい明日でこの俺と巨人の143日物語幕を閉じますみたいな展開になるのか、それともそこから奇跡の連続で日本一、逆転日本一、俺はそっちを信じたいね。しょうもなく終えるよりかは、まあ多分しょうもなく終えるでしょうね。あ、まあそれは明日の実況をお楽しみに。どうなるかはもう明日決まりますから、締めくくりですからね。情けなく負けるつもりはございません。というか負けるつもりはないです。何度も言ってます、勝たなきゃダメ、当たり前だろ、さっきから同じこと繰り返してるじゃねえか、勝たなきゃダメなんだよ、引き分けでも終わりなんだよバカだね。これからは勝ちっていきたいと思います。はい、じゃあ今回の実況はこれにて終わりね。次回の実況を楽しみに。どうなるかは明日で決まりますから。グッバイ、また会いましょう。